こんにちは。今日は、えザオウとゴッドタンについてえ、あと最後もう一個、ワイドナショーですね、ちょっとだけえ気づいたことを喋っていきたいと思うんですが、ザオウとゴッドタンって、私毎週必ずチェックしてる番組なんですけど、TVer でえ。今回のザオウとゴッドタンは本当に素晴らしかったですね。ゴッドタンに関しては2回見ました。 で、まず、ザオーの話からなんですが、ザオーって、まあ、関西ローカルの番組で、椅子取りで対戦相手とお題が決まる大喜利番組ですけど、まあ、その中で一番強いのって、まあ、笑い飯の西田さん。でも、殿堂入りしてもいいんじゃないかっていうぐらい、もう、ザオーの回数がもうすごいんですけど、まあ、ザオーって最後にね、 一対一でどんどん戦っていって最後にの勝ち残った人なんですけどね。イ人トリーゲームで決めたお題で。まあ、で、その次に強いのが、R 藤本さんとロングコートダーリーの道前さんが同率で2位ということで。で、この3人がいたいなんですが、まあ、見事にこの3人、えー、敗れまして、 途中で。で、お互いこの三人が、こう、直接対決するわけではなくて、それぞれ西田さんは、えー、トム・ブラウンの道夫さんに破れ、えー、ロングコート・ダディの道前さんは、祇園の木崎さんに破れ、で、ある藤本さんは、えー、トム・ブラウンの布川さんに破れるという。まあ、ジャイアント・キリングな回で。で、中でも、まあ、印象的というか、 えー、よ、特に良かったなっていうのが、まあ、道ちさんなんですが、その次に良かったのが、木崎さん。で、で、なんか、布川さんも、まあ、良かったんですけど、な、なんでか、いまいちっていうか、まあ、そこまでじゃないかっていうと、あの、ウルトラの母の胸をこう、エロい目で見てしまってすみませんみたいな答えなんですけど、 なんか私これちょっと聞いたことあるなと思って、あの、まあ、そうでもない。この3人の中で言うとそうでもないにしちゃったんですけど、でもまあ、いい答えですよね。いい答えだなって思います。はい。で、まず木崎さんって、正直、なんかあんまり面白いと思ったことがないというか、あのね、あの、うざキャラというかね、 僕、イケメンですっていう、まあ、ノンスター井上さん的な、ウザキャラで、やってる。で、実際、木崎さん、ね、可愛らしい顔というか、なんか、ま、あの、遠藤さん、ここにこの遠藤さんを、こう、小さくしたみたいな感じの、え、顔してるんで、ま、たちょっとノンスターの井上さんとはまた違ったうざキャラなんですけど、で、先日、安友のどこ行こっていう番組に、 のの人出てたたを見たんですけどその時の買い物があんまり面白くなかったんですよね。で、ネタはすごい上手い人たちだと思うんですけど、なんかその金色の財布を探してて、木崎さんのテーマカラーというかね、あの、金なんで、スーツもね、金ですけど、漫才の数値で、その金がなんかピンクゴールドみたいなのしかなくて、 三四千円のやつなんですけど、それを買うか買わないかのくだりが、なんか、もう、買っちゃえばいいじゃんと思うんですけど、三四千円だし、なんか、の,のりって言ったらあれですけど、なんか、いやーみたいな感じで、で、最後、安友さんになんか買ってもらってたのかな、なんかそういう、 まあ買ってもらうのはまあいいんですけど、オチはいいんですけど、なんか。で、やっぱりうーんな人だなぁと思ったんですけど、今回のザオで、しっかりこう、童貞川柳でね、花セリブを使った童貞川柳してて、すごい、なんか、しっかり糸は伝わるけど、そんなにグロくないというか、なんか、ちょうどいいエロな感じで。で、 わかりやすくて、すごい良かったなって言うんで、なんか3月にね、パパになられたそうなんですけど、そういうのって人生の転機なんだなって思いましたし、あとみちおさんがですね、やっぱり狂っててですね、いやーすごいですね、もう狂人ですよね、あの人は。で、なんか <laughs>、これは本当にぜひ TVer で見てほしいんですけど、もうそもそも戦う前、 かから西田さんんがなんかいや道,を道をくんはなんかもう読めないからやだなみたいな感じで言ってたんですけどまあもうね悪い予感は当たるというか予想通り破れてましたけど本当になんか誰もが想像ったにできないオチというかねすごいすごい人ですね。なんかまあ 彼女、日ちさんのね、好きになるタイプもね、そもそも変わってて、タトゥーが入ってる人とか、すごいいっぱいピアスがついてる人とかが好きタイプらしいんで、やっぱパンクな女性が好きみたいで、で何年か前ネットテレビで、あの、その、その当時付き合った女の子が、その、坊主にしたいと、その番組で、生で坊主にしたいっていうので、あの、連れてって、 実際ね、ネットテレビの中で生でこう、ありかんで坊主にしたんだけれどっていうね、そっから始まって、あの落ちかっていう。いやー、すごいですね。ちょっともうトラウマになるレベルの話で、<laughs> いや、素晴らしかったです。はい。っていうので、いやー、これはもう、 なんか、あの、総集編とかでも絶対に出てくる、この、ジャイアントキリングの回はですね、3人とも、総集編とかね、出てくる回だなっていうふうに思って、え、もうぜひ、ザオはね、めちゃくちゃ面白いんで、まだ見てない方いたら、この回もうほんと素晴らしいんで見てほしいです。し、あと、ゴッドダウンもですね、え、なんか、ダイアン。 まあ本当は、サラバ対ダイアンの回だったらしいんですけど、サラバの東袋さんがね、ああいうスキャンダルがあった直後の収録、スキャンダルが出た3日後の収録っていうことで、急遽ダイアン1本の30分の回だったんですが、まあ、要はもう、佐久間 P ならではの子、こう、 元あるイメージをひっくり返して、新たな、この、コンビだったり、その芸人さんの魅力を引き出そうっていうのが、まあ、得意だ佐久間 P ですけど、まあ、こんなに綺麗に、ひっくり返しが見事に決まった回も、なかなかないんじゃないかっていう、ぐらい、えー。そもそも前半のね、えー、ダイアンの、まあ、真骨頂というか、 である、その、津田さんのね、大声突っ込みというか、今、おいでやす小田さんがね、大声突っ込みで、もう、ブイブイはしてますけど、やっぱりえ、津田さんにしかできない、なんか、ちょっと半分泣き顔というか、半分負け顔で、大声出して突っ込むっていうね、津田さんにでしかできないえ、大声突っ込みです。それでもう、バンバンこう、ね、盛り上げて。で、あの、M1 も、 キングオブコントも R1 も何も見てないだろうとかね。あの、舞台袖で他の芸人のネタ見てないだろうって言われて、見てるわーって言ってね。もうどん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 こう、大声で盛り上げていく感じが前半。で、後半は、今まで津田さんにね、がメインで映ってて、ゆうすけさんがそんなにね、フィーチャーされてなかったんですけど、 まあその、西沢さんとていうか、まあゆうすけさんに、こう、が太ったと。もうこの20年ぐらいで、30キロ太って、もうカリスマ性が失われてるっていうので、そこからもう、うすけに改名してもうまくいかないんだから、あの、もう新たな名前つけてくださいって言って、まあまず西沢に戻すんじゃないんだっていうところでも笑いをきてましたし、さらに、 や新しい、売れてる人に名前つけてほしいっつって、まあ、トンペイっぽいからトンペイにしようって言って、で、そっからのトンペイいりからの、えー、このね、カカロニのお悩みに答えるという名の大喜利でのトンペイとしての返しというか、答えがまあ素晴らしかったし、あとクソリプに対してどう、 答えるかっていう大切りの答えももう完璧でしたね、トンペイとしての答えが素晴らしかった。やっぱりあの短時間でトンペイとして対応してるっていう順能力の高さというか面白い人なんだなっていうのもありましたし、サブでね、まあいじる役でいたサラバの森田さんと鬼越の二人もまあやっぱ やっぱり切れ味良くて、で、その、ダイアンの凄さのエピソードとかも、うん、ちゃんと用意してあって、なんか、オールザツの時のこういう話とか、大阪時代のこれが凄かったとか、具体的に、えー、言えたりとか、まあちょっとしたガヤとかも、やっぱり、うん、凄かったですね。素晴らしい回でしたね。ダイアンの、 魅力が本当に存分に出てました、ね、それぞれあの、鬼越の方たちもツイッターでおすすめしてましたけど、本当に。えー、すごい。よかったし。森、うん、田さんと鬼越さんの凄さもわかる。とってもいい回でしたね。はい。で、トンペイは結局、あの、10キロ痩せるまで一応そのゴットタンの中だけなのかなトンペイとしてやっていくのか。 みたいですけど。で、また、えー、佐久間 P のツイッター見たら、トンペイが近いうちに帰ってくるってことだったんですごい楽しみにしてます。はい。で、最後、まあ、これはまあ、ワイドナッシュを久々に見たんで、あの、ちょっと気づいたことなんですけど、あの、犬塚弁護士っていう方、ね、あの,この、こんんな ご意見なんていうか、弁護士としてのなんかまあ法律についてちょっと解説する役でいらっしゃいますけど、あの方って何年もね、ワイドナショー、ワイドナショーでしか見ませんけど、私は。ずっとこう淡々としてるというか、なんかしゃしゃり出てこないというか、差し出がましくないというか、なんか、ああいう方って珍しいですよね。だいたい、た 弁護士さんでもね、なんか、こう、まあ、文化人幕っていうんですかね、そういう方ってテレビで出すとなんかこう、鼻につくっていうか、なんかうまいこと言ってやろうかっていうかね、そういうのいらないんだけどっていう人しかいないイメージですけど、なんかずーっと淡々としてて、そんな犬塚弁護士がなんかね、多分本当に興味があって、皆さんはどうですかっていうか、ね、珍しく犬塚弁護士の方から質問して、 ゆずばか弁護士が裏ま、裏回ししたしたって言ってね、あの、いじられてましたけど、なんかその、見てる限りは、本当にこう、裏回ししてやろうみたいなところがなく、本当に気になったから質問したっていうふうに見えるところがいいですよね。なんか、あの、弁護士じゃないですけど、あの、清塚さんってあの、ピアニストの方いらっしゃるじゃないですか。 ま、よく言えばサービス精神旺盛悪く言えば鼻につくっていうかね、なんか、ミーハーというかね。あの、で、ああいう感じじゃないところがいいですよね。本当に。う受けようとしないでほしいですもんね。なんか、そういう人って。なんかね、そういう、受けようっていう姿勢が見えた途端、なえるっていうか、そういうのありますよね。 ま、清塚さん清塚さんすごい重宝されてるみたいなんで、きっと、あの、私にはわからない、こう何か、何かこう重要なことをされ、重要なんですよね。ああいう元気な方っていうか、そういう明るい方っていうかね、なんだろうなって思いますけど、はい。っていう感じで、また何かあったらあげたいと思います。終わりです。